ガウラインフォメーション。4月18日木曜日ランチタイムガーデン、今日は袖ヶ浦市役所北庁舎1階のエントランスホールから公開生放送でお送りしております。お聞きいただいている皆さん、ありがとうございます。さて、ここからのお時間はガウラインフォメーション。本日はゼロファイターズが主催しますゼロフェスイン袖ヶ浦2024について、スポーツ振興課の松田恭介さんにお話を伺います。松田さん、どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。スポーツ振興課松田です。もうこのガウラインフォメーションではね、松田さんすっかりおなじみですよね。はい、準レギュラーを目指して、はい、市を広報したいと思っております。素晴らしいですね。そもそもこの番組、袖ヶ浦市役所からの公開生放送ということですので、この袖ヶ浦のこの情報をお伝えしていくというのがメインになりますので、はい、どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さて、まずはゼロファイターズという団体について伺っていきたいと思います。ゼロファイターズはアメリカンフットボールの団体とお聞きしましたが、詳しい内容を教えてください。はい、ゼロファイターズは、昨年度袖ヶ浦市とホームタウンパートナーシップ協定を結んだ社会人のアメリカンフットボールのチームでございます。障害スポーツや文化活動にも積極的に取り組み、市民にとって身近なアメフトチームを目指して活動していらっしゃいます。2025年までに一部リーグ、社会人アメフトの一部リーグへの昇格を目指している団体でございます。そうですか。松田さん、ご紹介ありがとうございます。ゼロファイターズさんと、そしてまたゼロファイターズさんと袖ヶ浦市はホームタウンパートナーシップ協定を結んだと、ありますけれども、袖ヶ浦市ではどのような活動をされているんでしょうか。はい、ゼロファイターズさんの、袖ヶ浦市での活動を、紹介させていただきます。はい、市内の小学校で、アメフトのルールを簡略化した、フラッグフットボールの授業支援をいただいております。また、小学校の教職員向けにフラッグフットボールの実技研修の講師をしていただいたりもしております。で、子どもたちやアメフトの良さを広めたいというゼロファイターズの思いを共感してですね、ゼロファイターズ、小学校、スポーツ振興課の3社で連携を取って小学校の体育の支援を進めております。他には、年間4試合程度の公式戦の開催、またゼロフェスと称してお祭りですね、はい、参加者2000人を超える大きなイベントを毎年2年連続で実施しております。このゼロフェス参加2000人超え、これはすごいですね。すごいですね。なんか、はい、それだけやはり人が集まるということは楽しいというところですね。はい、午前中に、お祭り、市民の皆さんに、楽しんでもらえるようなイベントを組んで、午後にゼロファイターズさんの公式戦を行っていると、一日楽しめるイベントですね。あ、そうですよね。さて、運動量の確保できるフラッグフットボール、子どもたちの、体力低下が、はい、失礼いたしました。小学校の体育の支援に入られているということは、とてもこれ有意義なことですよね。そうなんです。今お話にあった通り、運動量の確保ができるフラッグフットボールになっておりますので、
今昨今ですね、子どもたちの体力課題、体力低下が叫ばれている中、その直接向き合えるとても魅力的な運動領域になっております。子どもたちも普段経験しないフラッグフットボールに触れてたくさん汗をかいて爽やかな笑顔を見せてくれていました。学校の授業支援に入った時ですね。でフラッグフットボールは、2028年にロサンゼルスオリンピックに正式採用されていますので、今後注目のスポーツでございます。はい、皆様調べていただけるといいかなと思っております。フラッグフットボールというのはこの腰のところにフラッグをつけてそれをこう取るという。そうですね、鬼ごっこ的な要素もありますので子どもたちはもう夢中になって。そうですよね、タックルの代わりにフラッグをつけてそのフラッグを取り合うという。そうですね、子どもたちから親しむことができるスポーツなので、そういう危険性を排除した、はい、ルールにもなっているということですね。でもオリンピック種目正式採用とはこれはすごいですね。そうなんですね、でやっぱ大人の種目になってくると、大人が親しむレベルになってくると、本当に競技性の高いものになってくるので、子どものフラッグフットボールとはまた違う面白さが、やっぱりね、見てて体験できますね。はい、あれ実際松田さんはフラッグフットボールやられたことはどうなんでしょう。自分も学校の先生なので、自分が体育の指導をするときにフラッグフットボールを教えたことはあります。フラッグ運動量が結構走るんでしょうね。もう子どもたちはやっぱ鬼ごっこが大好きなので、その鬼ごっこ要素をふんだんに含んだスポーツになっているので、ルールも簡単です。ですからやっぱり子どもたちの運動量は必然と上がってくるという形ですかね。そうですか、なるほど。まあ、子どもたちへアプローチすることでフラッグフットボールの普及やゼロファイターズの認知を進めているということですね。また参加者2000人超えのゼロフェスとありましたけれど、興味をそそられるイベントです。どのような内容のイベントなんでしょう。今年度も実施をするとのことですので、今度はゼロフェスの紹介をお願いします。はい、それでは5月4日ゴールデンウィークに開催されますゼロフェスイン袖ヶ浦2024についてご紹介させていただきます。はい、はい、開催場所は袖ヶ浦市の総合運動場になります。注目イベントはもちろん、13時半から行われます、キックオフされます公式戦の試合観戦になりますが、午前中は子どもたち向けのイベントが盛りだくさんとなっております。はい、YouTube で反響のある走りの学校かけっこ教室、フラッグフットボール体験、キッズチア体験に参加できます。すべて先着制の申し込みになっております。お早めのお申し込みをお願いしたいと思います。で実はこの走りの学校かけっこ教室については、はいはい、大反響でして、当初150組の先着申し込みだったんですが、好評により300組まで枠を増加するということで代表にお伺いしております。はい、これは150組から300組って倍ですね。倍ですね。すごい人気があるんですね。そうですね、その走りの学校さんは YouTube でも30万人超えの YouTuber、はい、走りの学校という組織ですので、はい、人気のあるものですね。はい、お申し込みは市ホームページからということですね。はい、広報誌でも紹介していますし、はい、市のホームページから、団体のホームページに入っていただけますし、はい、市役所にいただけたらチラシもまだ残ってますので、はいはい、お渡しできますのでよろしくお願いします。わかりました。先着制以外の、ゼロフェス、体験会というのはあるんでしょうか。はい、巨大ふわふわガウラ体験、この風船の中に入って遊べる
体験ですね。大きなあのガウラがありますね、はい、その中で子どもたちがたくさん遊ぶんですね、はいはい、であとは自衛隊や警察の車両展示、はいはい、あとは抽選会、お菓子とかがもらえる抽選会ですね。あとドローン体験などたくさんのイベントがございます。お子様連れで一日楽しめるイベントになりますので、ぜひご来場ください。まさにゴールデンウィークにぴったりの親子で楽しめるイベントですね。親子の笑顔が目に浮かんできます。多くの人が集まってできるイベントは魅力的でし、魅力的ですし、袖ヶ浦の活性化にもつながりますよね。ゼロファイターズやゼロフェスの魅力を伝えていただきましてありがとうございました。アメリカンフットボールゼロフェスイン袖ヶ浦2024の情報が気になった方、聞き逃してしまった方は袖ヶ浦市スポーツ振興課、電話0438623791、袖ヶ浦市スポーツ振興課、電話0438623791までお問い合わせください。今日は松田さんありがとうございました。はい、ありがとうございました。なんかすっかりね、このガウラインフォメーションでもおなじみの松田さんでございますからね、もうこう何回か使ったね、やっぱりタオルと一緒でね、馴染みますよね。ありがとうございます。さすがでございます、はい、今後もよろしくお願いします。ありがとうございます。もうね、新しいタオルというのはね、実は肌触りがいいんだけど汗は吸い取ってくれない。それ何度か使ってくるとさらに肌触りが良くなって汗を吸ってくれますから、これはもうね、フラッグフットボールでもね、こうかいた汗をファッと吸い取ってくれますからね、これ馴染むわけでございます。今日のね、松田さんのようにね、ありがとうございます。ありがとうございます。では最後にね、おかけする、実はこの曲が、ゼロファイターズさんのテーマソングだそうです。やはりこのまさにそのものっていう曲のタイトルですよね。そうですね、ゼロから始めるという。そうですよね。そして走るということは、こう人はこう歩くという、立ち上がってからすることは歩くということ、その歩くということができてくると次は走るということですからね。これはもうゼロからスタートというね。いやね、では、そのテーマ曲ですか。はい、はい、では松田さん、曲紹介お願いします。はい、ビーズさんでゼロです。お願いします。